はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。レッドテールサタンかける乙姫のね、 F3 で今卵を取ってるんですよ。で、 F4 が今育ってる最中で、で今回 F3 ですね、 F3 が今どんな風になってるのかというのを見たいです。はい、一応これを種親に使ってます。で、ここから F4 を今まだ卵もちょっと取ってて、あと育ってる最中、幼魚ぐらいかな、まだ産卵するまでは行ってないと思います。とりあえずね、この F3 を今どれぐらい成長してるか、ヒレがどんだけ伸びてるかっていうのをね、見てみたいかなと思います。結構時間かかると思うので、ヒレ長のこういうメダカっていうのは完成がまだ先だと思うんですよ。なので途中のね、今の段階どんな感じかというので、 F4 の格好がどういう風になるのかなっていうのを若干ね、こうね、想像できるかなというのがありまして、で F3 をとりあえずね確認、成長今何ヶ月になるのかな、結構なりますね、もう半年なってるのかな、半年ぐらいなってると思うので、そのね段階の見てみたいかなと思います。あとはレッドテールサタンおるんかよ、いないのか、もしいればね、その辺の他のヒレナガとちょっとね比較みたいな感じでやりたいかなと思います。では、はい、最初に上身からですね。黒容器なので結構ね、黒い部分、墨の部分、なかなか発色いいじゃないですか。いいですね。綺麗です。なんかこのシュアカとね、このシュアカとこのくすみのコントラストがやっぱね、いいですよね。乙姫っていう感じですね。かっこいい。これで次上身いきますんで。はい、横からです。ピントが合ってるかな。ちょっとメスで曲がってるのがいるな。ヒレの具合、綺麗ですね。綺麗綺麗。ピントがね、なかなか合わなくて固定しちゃおうか。こんな感じ。おお、いいね。さすがメスもやっぱり尾びれの開きとかが結構、ね、でかいやつもいるしという感じですけど、メスはまあまあまあ。でオスもね、この今すごい活発に泳ぎ回ってる、今左の方に行ったこれか、このオスわかるかな、これこれこれ綺麗だよね、こういうの好き、こういうの好き、よくないこれ。ねえ、これは自画自賛でいきます。はい、いやー、いいと思いますよ。なか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 いい感じに仕上がってますね。まだ完成ではないとは思うんですけどね。尾の開きがやっぱ狭いやつもいるんで、本当は尾びれのね、開
開き狭いのはあんま使いたくはないんですけど、とりあえずまだ数を取りたいというのがあって、うんですね、なかなかいいオスがいます。2匹いるんかな、うん、いいじゃないですか。次 F4 なんで、 F4 はあとどうかな、1ヶ月後ぐらいが一番ではないけど、うん、途中としては、うん、いいのかな。産卵もうそろそろ始まるだろうし、いいかなと思うんだけど、撮影するにはね、うん、なかなかいいじゃないですか。あれ、なんかオスでヒレナガなってないのが入ってんのかな、これ。使わない方が良かったかな。どうなのかな。なんかね、一匹いますね、ここに、うん。これ使わない方がいいな。これちょっと外そう。はい。ヒレナガになってないので。はい。こんな感じで、今。F3 ですね。いいです、いいです。なかなか綺麗でした。じゃあちょっとね、違うメダカも持ってきます。はいはい、これね、ブラックビーナスですね。うん、なかなか体型がなんていうか難しいんですよね、これ。体型がね、すごいなんか難しい、維持がね、なんか難しいメダカですけど、これがな、まっすぐ行くとすごい綺麗だなとは思うんだけど、なかなかまっすぐなってくれないですね。まあ違いますね、やっぱりね、この2つ両者こう比べると違う。うわ、ピントが合わないわ。あったか、来ないな。なんかね、こう比べるとね、違いますよね。まあ光体型っていうのもあるんで、こっちはね、その辺が大きく違うんだけど、まあこんな感じで比較みたいな感じですけど、まあ普通体型こっちがね、でこっちが光体型ということで、ヒレがねこういう風に長いと、どっちも長いですけど、長いとね、これからの時期結構難しい時があります。はい、急遽なんかそんな話になってきたんだけど、雨がね続いたりとか、もうこれ毎年毎年今何度もね言ってるんですけど、日差しがない状態で水温だけ高いとね、やっぱり病気になりやすいっていうのがあります。で特にこのヒレナガなんかはね、ヒレがね水性菌にやられたりとかするんですよね。まあ、おぐされになったりとか、綿かぶったりとかね、しますんで、その辺をね、なんか、たまにすくって、で、確認してみるとか、した方がいいです。はい。で、予防に、食塩をね、入れる。あとは、まあ、最近はヤシャブシ入れてないんだけど、ヤシャブシもいいですよ。ヤシャブシを入れたりとかね、してみてください。渋いね、やっぱこのメダカ。レッドテールサタンと、まあそこは違うわな。ラメがあるから。ヒレの長いメダカっていうのは、また産卵とかもね、こう難しい時もあるんで、まあ、産む時は産むんですけど、普通にね、その辺がリアルなんかはね、ヒレが長くても
普通体型のメス使ってオスはヒレが長いの使えば普通にね産卵します。これ逆だとまたねちょっと産卵数が減ってくる、なんか逆メスの方が長い方が産みそうな感じあるけど逆なんですね。これがオスが長い方がリアルとかはね、多分このヒレ長もそうだと思うけどメスもヒレ長いからなかなかその辺が難しいかもしれない、これはメスのあれだな、ヒレ長のメスはこれだな、いくら長いもんねメスでも普通体型のメスもね何匹か入ってるんで、はい、じゃあこの辺でドローンします。メダカ族どうしたピアノ。